給料はほぼ一緒ぐらいですね。だからあの時おっと、1台マシンが今フロントから突っ込んでいますが、そうですね、コバライネンですね。コバライネンです。マクラーレンのコバライネン、いやこれまっすぐですね、大丈夫でしょうか。変わんないんですね。うわ速いとこですからね、ここ260キロのコーナーですよね。急コーナーって坂上がっていって、はい、ねえ、はい、ちょっと小払い年大丈夫でしょうか。あのこれはここはあのブルデーが、はい、あの新しい新車が飛び出してほぼ全走したところですよね、はい、どうでしょうかリプレイ、うん、あなんか飛びましたね、飛びましたね、右側から部品が飛びましたね。セーフティーカー入りました、はい、さあそしてロズベルグはこの前にピットインしていますが、はい、そうですね、この後のマシンはちょっと今入ってない車苦しいかもしれません。セーフティーカー先導中です。メディカルカーも一緒に行きますね。いやそれよりも心配なのはちょっと小払い年大丈夫でしょうか。あのスピードでちょっとタイヤウォールはありましたが、ただタイヤウォールへのめり込み方がすごいですね、いやいやそ半端じゃないスピードですからね。あそこハイドフェルド、あの、はい、飛んだ部品が 何かですね。でも現実問題としてはもう全くハンドルを切るとか何をするとかっていう余裕がなくて、はい、まっすぐ行っちゃってますからね。ですかね、ブレーキかなんかですかね。ブレーキのあの今ブレーキってドラムがあるじゃないですか、はいはい、これが意外にあの接触したりして、あなんかあるんですよね、あれ、あのまあこうトラブルが時々ありますけど、ありますよね、あの隙間がないってことでしょ。そう、そういうことです。あのホイールとのクリアランスが全くないんで、うん、そうですね、空力的にそこのクリアランスを大きくしたくないんですよね。ちょうどこれから、まあ、ピットインする予定だった車もちょうどあったとは思いますが、今はセーフティーカー先導中ということで、はい、もちろん戦略上のこの辺り戦略的にちょっと気になるのは、あとは、はい、まあ、これちょっと小原ねがこういう状態なんで、まああのまあ、戦略のこととかちょっとレースのことを考えるのも何なんですけれども、ハードフェルドがピットインしてない、はい、それからバルチロンピットインしてない、この辺大丈夫なのかってなりますよ ね。これ多分セーフティーが相当長いと思われますので、はい、そうですね、あハードフェルド入れる、セーフティーが中だけど、あもうこれペナルティ確保ですね河合さん。うん、だから隊列が出来上がってオープンになる前に入れるかもしれないですね、入れざるを得ないということですね。そうですね、我慢できないかもしれないですね、足血になってしまうという判断で、うんうん、結局ちょっとこの撤収、そして小払い年の状態が非常に心配ですが、まだ時間はかかりそうです。あのコーナーは本当に速くて、今放送席目の前なんで遠いですけど見てますけれどもね、はい、ちょっとめり込んで形。あ、This could be quite a long safety car, Mark. Not sure the medical car is there. ああ、やっぱり。Copy. ウェーバーに対するチームラジオ、長いセーフティーカーになるよ。やっぱ我慢できるし、はい、オープンっていうことは書いてませんので、これ、ペナルティー食らう可能性ありますね、ハイドフェルド。まあ、ハイドフェルドはそれでもガス欠になって止まるよりはもうしょうがないという判断で入ってきましたね。そしてホンダの2台もまだ入っていません。バリチェロも入って先ほど の、はい、あの無線は、ウェーバーに対するものだったんですけど、はい、長いセーフティーカーになるっていうのはメディカルがいわゆる、救急車、はいはい、が今いるからねっていうことなんですね、セーフティーカーはメディカルが同時出動ですから、そういう意味では重大事態だと解釈できるわけですから、はいはい、時間かかるというふうにもこの映像でもようやく今彼のコバラニアのマシンが、まあ、こう
食い込んでたところからスパイダーされているというのがヒットタイルドですよね。ちょっと動きが、はい、ここから見ててもなかなかこれからって感じですからね、はい、彼を、引き出すという行動になると思いますが、隊列がなかなか揃わないです ね、 もうほぼ揃ってきましたけど、まだピットオープンになりませんね、もうこの辺りのレッドブル、そして、中島和樹もそうですが ね、 はい、うすね、もうオープンというふうにはなりませんが、はい、もうガスケットを考えると仕方がない。はい、うん、このセーフティーカールールちょっと、まあ、オーストラリアで開幕戦であったことで検討されていたじゃないですか、はい、あの変えようかって言ってて、うん、これ実は水曜日にミーティングがあったそうなんですけれども、アピトリオンオープンになりました。オープンになりましたね。あ、ということはハイドフェルドは、うん、あと1周我慢、1周分たらればですがね、あ、うん、ちょっと、そしてブルーのこれ、うわ、ブルーか、ビニールシートが出てきましたが、コックピットカード出されてないんですね。かなり慎重な動きになってますね。これでフェルナンドはバリチェロが入ったことで6位、最長ですね、はい、でほぼ同じ、もうみんな同条件ですから、そうですね、はい、バトン、中島、ホンダ2台同時ですよね、はい、中島和樹も入りました。You cannot do it in the safety car. You have to do it after, Nick. そうですよ、ルールは。あの、セーフティーカー中にペナルティーやっちゃおうかなっていう。でもそんなことできないよと。セーフティーカーが出てからペナルティー受けなきゃいけないよみたいな話して。川井さん、ちゃんとあの規則読んでもらいたいね。うん、そしてバリチェロですか、何やってんの、何やってんの、ピットアウトした後だと思いますが、これフロントのウイングが、これ森尾さん、はい、いや外れた状態で引っ掛けて外して、でそこへ挟まっちゃってるんですね今。あ、後ろが中島和樹です。ちょうどピットアウトした直後ですよね、抜けんまあ、そうですよね、まだまだ入ってるんでね、構わないんですけれど、はいはい、うわ危ないな、これはこれでこれどっかで落ちちゃうんじゃないかな、落ちちゃうかな、どこでしょう。こういう状態になるとそのノーズを交換しただけじゃなくて他の部品にもかなりダメージを食らってると思うんですね、アンダーフローの手前までこれ、はい、フロントウィングが食い込んでますから、ですから、あ、これ多分カズキピッチ、ね、あのチームからこういう状態だから抜いていいよって言われたんでしょうね、はいはい、さあそのリプレイです。あ、もうこの状態 で、 状態でピットアウトですか、っていうことは変、僕たちピットストップ見てませんでしたけど、ピットイン、あ、ここで接触違いますよね、いやいや、これは多分その後ですもんね、ロンデニスが、だって横切った時にはもう外れてたんだから、はい、なんかということはジャッキをアップして落とした時に壊れたってこと、壊れたっていう可能性もありますよね、だってピットレーンでもう壊れてたんですもんね、そう、もうあの先ほどスーティーで、あ、外れた、あ、落としました、落としました、ビジケラと並んでいましたが、そこはもう関係ないという感じでしたよね、ビジケラはその先の映像でしたもんね、来たのはね、ということで、あ、バージボード大丈夫かな、ダメでしょう、あれだけねそっくりフロントウィング食い込んでたんですもんね、バリチェロは今回は予選11番手、ポイントを狙える位置でしたが、あ、ま、た、あ、今わずかながら休止したですね、ということは解散もある、セーフティーカーが長いんで、うん、最後のストップにしちゃおう、でもタイヤがソフトでしたね、ですからもう1回入るんだけれども、最後はもうギャンブル、あのスプラッシュ&ゴーという感じなんですかね、それもありますし、今あの車が見えてますけども、はい、映像映ってますけれども、はい、モノコックの下側が足元の下側まで壊れてますね、
あの見えちゃってますね。見えてますね。ですから今コックピットのあのそうですそうです。ですからコックピットのちょうどドライバーの足のするあった下の部分までがもう破損してますね、はい、かなりすごい衝撃ですね。あ、手上げてる、うん、あ大丈夫だ、うん、いやーよかったですね。とりあえず今の時点では小笑い台は大丈夫だと。これホイール破損ですね。ホイールですよ。ホイールのあれが飛んだんですよ。だからあのドラム関係乗ってホイール割るんですよね。そうそうそう、あのクリアランスっていうの隙間に物が入ると、これはだけど去年ハミルトンでもありましたよね、はいはい、そう全く同じことですよね。ニュルブルだったやつと、いやでも今宮さん大丈夫で本当に安心しましたね、はい、ちょっと、まあ、あの警察のことは言えませんけれどもね、担架の上での彼の下半身の足の部分がちょっと気になりましたけれどもね、はい、このまあこの状態ですね、モノバック、はい、マリアさんご指摘のこの、はいはい、とりあえず小腹いでないんだ、意識はあるとフロントバルクヘッドない、うんはい、であのなんていうんですか、膝のパッドの形状のこういうふうな今 M 型のものが見えるじゃないですか、あれって足のパッディングなんですよね、はい、事故の時の映像です。